エンドロは、スタジオ国民制作による日本のテレビアニメ作品。2019年1月から3月まで、東京 MX 他にて放送された。ゆるゆりの原作者である漫画家の名森が、キャラクター原案を手掛けるオリジナルテレビアニメであり、異世界の奈良ル島を舞台に、主人公、勇者を中心とした勇者パーティーの冒険と日常を描いたファンタジーである。テレビアニメに加えて、 コミカライズやフィギュア化などのメディアミックスも行われる。剣と魔法の大陸ならる島には、人々とモンスターが共存して暮らしている。しかし、そこに恐ろしい魔王がいた。大昔に、初代勇者によって魔王は倒されたが、その後も何度でも魔王は蘇り、それを倒そうとする勇者もまた現れる。勇者に選ばれた少女、ユーリア・シャルデットこと勇者は、聖者の聖ラ、戦士のファイ。 魔法使いの命の三人と共に魔王を退治するための旅に出た末、ついに魔王と退治。圧倒的な力を持つ魔王の前に追い詰められるが、勇者の判断で四人のカルタードの力を合わせた、禁断の大魔法を発動。強大な力の前に魔王は次元の彼方へ消え去り、勇者たち四人の冒険は終わりを告げる。目を覚ました勇者は、冒険者学校に通う生徒で、聖ラ、ファイ。 メイと一緒に同じクラスで学んでいた。そこへ幼女のような新任教師、魔王が赴任する。実は禁断の大魔法を使った際、勇者のミスで魔法は失敗して暴走、時間が巻き戻り、魔王は記憶を保持したまま本来の幼い姿となって過去の世界に転送されてしまった。そこでは勇者はまだ勇者になる前だった。魔王は勇者が 勇者になる運命を改変すべく、マオと名乗って冒険者学校で教師となり、暗躍を開始するが、転送前の記憶を持たない勇者たち4人は、マオの指導の下で、偶然ながらも、彼女の妨害を乗り越え、歴史通り冒険者としてのスキルを磨いていく。冒険者学校には勇者に憧れるローナ姫も、やってくる。ある日、一行は、 チビドラゴンの体内にいた記憶喪失のゴーレム名ゴと遭遇。彼女の記憶を呼び起こすため、ローナ姫が使ったレアカルタードで勇者たちは魔王を倒した記憶を取り戻す。ローナ姫は名ゴを王国で保護しようとするが、魔王は名ゴを見捨てられず、その場の勢いで魔王の姿になり、ローナ姫をさらって魔王城に立てこもる。魔王は勇者によって何度も倒されたことにより力を。 削られており、あと一度倒されれば消滅する運命だった。倒さなければ、国が危機となる。長い間孤独だったマオは、勇者たちに倒されることを望む。それでも、マオを殺したくない勇者は、悩んだ末、勇者の剣を、チビドラゴンに食べさせ、勇者をやめることにした。だがマオを倒さないと力を取り戻して、国が滅ぶと知り、大慌てになる。だが、名語の起点で、 魔王もちビドラゴンに一度食べさせることで魔王の概念を破壊し、無力化することに成功。結果的に国も魔王も救った勇者たちは再び学園、生活に戻るのであった。2018年8月9日より、コミックファイアにて、月1回のペースで連載された。作画は、泉南。な2019年2月27日には、単行本が発売され、こちらでは、 アフレコレポート、裏話などの漫画やアニメ本編7話までの資料集を収録している。ISBN 978から4から798618692。ありがとうございます。